組織プラスミノーゲン活性化因子は、専用系に関与するセリンプロテアーゼの一種である。ウロキナーゼと同じく、プラスミノーゲンを活性化することでフィブリンを分解させ、血栓用解薬として即栓症及び、血栓性疾患の治療に使われる。組み換え型 TPA も用いられている。血管内皮細胞から分泌される。ウロキナーゼと同様に、一本ぐさり TPA として、 作られ、プラスミン等により配列されて、活性の高い2本グサリテ TPA となるが、1本、グサリテ TPA も活性を有する。プラスミノーゲンを活性化し、活性型のプラスミンを生成する。プラスミンは、血栓のフィブリンを溶解するセリンプロテアーゼであり、また細胞外気質の分解にも関与する。TPA は凝固専用系において、1本、 鎖型のプラスミノーゲンを解列し2本鎖型のプラスミンにする。このプラスミンがトロンビンを分解し血栓を溶解する。また細胞が液質の分解を通じて細胞移動や癌の転移にも関与する。脳細胞は一度破壊されると再生せず脳の血流が途絶えてしまうとその時点から脳細胞が死滅していく。そのため TPA 製剤は発症した後すぐに薬を 使用する必要があり、少なくとも発症後6時間以内に薬を投与しなければならない。また、血栓用解薬は全身に作用する。そのため、脳血管以外の部位から出血する危険性がある。ありがとうございます。